<music> こんばんは三四郎の間修司ですこんばんは小宮博信です2020年7月24日金曜日この時間我々三四郎がお送りしてまいります、はい、スポーツの日ですねスポーツの日 昨日、海の日なんで、4連休ですよ。四連休ねゴ GoTo でね、旅行が暑いけど。東京はね、外出自粛ですから。まあ、しょうがねえな。GoTo も除外です。GoTo も除外。GoTo も除外ね。そうだな。まあまあ、営業なんてね、入ってないわけだから。まあそうだな、確かに。 旅行でもね、こういう時に行きたいですけども、まあ、チャンスであったけれどもね東京は外出自粛、うん、GoTo 除外 GoTo 除外で仕方ないけどね、うん、これはでもそうだなうん、うん、もし行けてたらどこ行ってたうわうんどこ行ってた悩むな <laughs> うん悩むけどちょっとその前に今日ヘッドホンしないの ヘッドオンしない時もあるよね。いや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 。<laughs> ないよいや、オープニングで前しなかった時もあるけど。<laughs> ちょっと。ないよヘッドオンしないスタイルの時、時々あるけど。<laughs> 時々ちょっと金子を、除外してたのかなわかんないけれどもその。いらないなと思ったのかなわかんないけれども。ヘッドオン。どういうこと <laughs> ごめんごめん。え、金子からのそのアドバイスっていうかさ、うん、なんかあの、うん、声を。 恋をなんかね。あの、行きますね。ああ、インカムね。インカムね。インカム、あ、そうか、金子のインカムがそうそうそう。そういらねえからどうした思ったのかわかんないけど。そんなことないけどね。金子のせいにすんなごめんごめん。えぇそう、マスク。いや、あの、最近忘れるよ。前も忘れたもんね。あの、前ね。前か。 毎回忘れたよね。そうそうそう。いやいや、そうそうそう。いや、なんか、その、その時は、別になんか、自分のせい、なんか、ああ、そうだそうだみたいな感じだったけど、今日は人のせいにして。え天然でしょだって今の。いやいや、もう、そうそう、それも、忘れてたよ。だから、あの、その必然的にそう思っちゃったのかなっていう。そう、マスク取るっていうのもあるから、マスク取って、2個、マスクしてほしな。っていって、あと、そうそう。 あの、これ、これさ、アクリル板、ね。アクリル板その、その日によって違う形態になるよね。あの、前ここ、前ここだったんだけどさ、めちゃくちゃニアに来てんだよね。のせいやいや、かなりニアだよ、これ。あまあまあ。これだって、前、ここまで来なかったもんね。めちゃくちゃ動きづらいよ、これ。そうそうそう。 今日サラダしか食ってねえし。<laughs> そう,そうのせい。サラダしか食ってないの。サラダしか食ってねえし、単独前だし。ちょっとあの<や>ずっと考えてるからさ。いやいや<分>すごい。ちっちゃい理由すごい並べてるよね。言わなきゃわかんないしなあと。言わなきゃい,<や>いいんだよ。言わなきゃわかんないけど。<れ> <laughs> なんであれ言うの別に。<laughs> いや,いやびっくりするから。もうんまあ、だから別にあのー、もう三年ぐらい前からつけたくなかったしね僕は。<laughs> いやいや、そう。メガネもかけない感じにな開き直られたらね。それはでも、こうメガネもつけなかった。いや、メガネもかけてないじゃん。いつの日か。いやいや、そうそうね。だってあれはだって。うしいな。なんか。あれはだって意味ないから。そう、ヘアスタイル崩れるし、なんかわちゃわちゃうるせえなっていうのがあって。いや、だ金子のせいいやいや、あの、石井さんからね、始まった。石井さんもなんか、う <laughs> 耳元でうるせえ。<laughs> ない方がいいんじゃないかっていう流れもあったね。まあ <laughs> でも自分の声みたいなのも聞けるやんああ、自分の声うん。うん、乗ったね。マイクに乗ったね。ああ、マイクに乗った自分の声。<ー>あ、聞けんのこれ。ああ、そういうもんだったの。わかんなかった。っ嘘だろ <laughs> えあ、そうなの僕自分の…い。自分73回よまああ、そういうもんだ。なんか響いてないと思わなうん。だからちょっと鬱陶しいなと思って、あ、れが。しいのうん。自分の声が自分の声さえもいや、だからもう集中したいし。あ、集中したいね。集中したくて。うん。あ、そうなんだ。逆によくつけてくれてた。これちょっと廃棄していいこれ。廃棄すんだよ、別に。そこら辺に置いてきゃいいやろうん。なんで、廃棄すんだよ。 いいかなと思ってもうそうなのホはつけたくないんだねじゃあうんそうだなそうなんね両耳欲しいな完全なヘッドホンそうそうそう完全なヘッドホンがいい完全なヘッドホンだったらいいけど完全なヘッドホンはそれはそれ完全なヘッドホンでこうやりたいもんないやいや片耳がねまあまあある野口五郎さんみたいな感じそうそうモノマネの新査員の時のね片方だ片方だけだったっけ最初から はい。そう。<laughs> はい、両方じゃなかったちょっとなんか下に見てない絶対星野源さんとか両方だろ。いやいやいや。<laughs> ランク分けされてるよ。よいや、片方よ。そう。お前らは <laughs>、お前らは三流だから、一個でいいだろうとかないから。<laughs> <laughs> なんか聞こえるなごちゃごちゃ。なんか聞こえるな喋んなってそのせいにされるぞなんかごちゃごちゃ聞こえる。なんかごちゃごちゃ。ヘッドホン外して、あ、これど、こういう携帯なんだって思ってる最中もなんかごちゃごちゃ聞こえてきたな。三四郎のオールナイト日本だから。二人でやってるから。ねえ、ちょっと。二人でやってんだよ。 そこに、そこに喋りかけても、それマイクじゃないから。チック専門なんだよ、それ。二人で、なそれトランシーバーとかじゃ、そういうやつじゃない。二人でやってるからそこじゃなくて。にしとけそこじゃなくて。れ目の前のマイクが拾ってんですよ。聞こえてる。誰、誰ですか電話じゃねえんだよ。どなたさんですか電話じゃねえんだよ。めちゃめちゃバカどなたさん ちょっと今、収録中なんで。めっちゃバカじゃん。生放送、生放送。めっちゃバカじゃん。生放送最中なんだ。めっちゃバカ。ヘッドホンの音が携帯だと思ってる、この人。中からごちょごちょ聞こえてきたから。うん。ちょっと切る、一回切るね。うるせえかうせ今やってんだ。一回切るわ、これ。生放送やってんだよ。一回切るな、じゃねえんだよ。 どうやってかかってんだよ、それ。そうだな、ちょっと喋んなくなるよ、そりゃ。うん。何も言わなくなったよ、もう。ん。もう何も言わなくなったよ、もう。うん。なんか言われっから。ど、どこ、どこ行くか。その、どこ行きたいみたいなのあるしね。まあまあ、福岡とかかな。福岡。やっぱり。ああ、福岡。一番良くない そうあ、間は、そうか、福岡が好きなイメージなかったな福岡が好きだ、だって。飯うまいでしょうん。いや、美味しいよ。でしょ鍋ね。鍋。鍋。もつ鍋。うん。あとその、ラーメンスパゲティね。あの、パスタ。あー、そこ行きたこと、ラ行ったことない。そう、行ったことないのない行ったことないの行ったことないんだって何に言ってんだよ。 誰に言うていや、一応まあまあ、最低。今収録中だからな。お前いかけたんいやいや、まあ、え、ラルキ行ったことないのラルキ行ったことない。王監督がね、入院中ちょっと抜け出してでも食べたかったっていう。そうそう、ラルキめちゃくちゃ並ぶよね。ね。え、並ぶってのは知ってんだ。並ぶってのは知ってるよ。うん、そうあのね、5年ぐらい前から、あの、場所変わったんだよ。 そう、場所ちょっと変わって、並ぶんだけれども、ランチ時だったら、そう、ペペマ、ペペマ。ペペマねそうそう。それは知ってんだよ。めちゃくちゃうまい。ペペマと、そう、そうだな。ペペ、えペペロンチーノ。はい。うしい。わかるうん。ペタマ、ペペロンチーノ。うん。あとは、パン、パン、ガーリックパン。わかるガーリックパン。お持ち帰りで、お持ち帰りでもらえんだよ。 あ、それは知らないけど。それはじゃないだろ。全部知らないだろ。それはって言うなお前。全部知らないくせに。違う違う違うガーリックパンはわかるよ。全部知らないだろ。いや、知ってるって言われたから、は知ってるよって言ってわけあ、そううん。カってんだよ。お前。5年ぐらい前。めっちゃおかしいんだよ。5年ぐらい前ね。えっと、あと、これ、これも、あの、フリートークしたじゃん。警備員さんがいるぐらい、並ぶからね。そう、ペペタの。あ、福岡行った。津田さんとね、行ったのやつ。あ、津田さんとも行った。 その前に、えっと、ウエストランドの井口とも行った。ずっと前だけど、警備員さんに聞いたんだよ。あの、そこ、ラルキね、あの、ここ、並んでてさ、警備員さんもいってさ、雇われか、まあ、なんかわかんないけど、それであの、それであの、並んでて、えっと、楽しみしてたからさ、警備員さんに、ちょっとテンション上がっちゃって、ここ美味しいですかみたいな、ワクワクたうん、まあでもちょっと高いよね、とか。 あの、吉野家で牛丼食った方がいいよ。あ、たね。か言った。ジャンル違うし、今から食うんだから。めちゃくちゃうまかったですよって言ったもん。食べたことないんだって。結局、その人そうなんだ。そうそう。羨ましさもあるんじゃない食べたらもう納得なんだ。そう。うわ。そうだな。それはまあ福岡。そうだな。行きたい。タモさんのうなぎ屋は行ったね。ああ。タモさんのうなぎ屋。は行ってない。はい。 小宮行ってないですっていやいやいやタモさんのうなぎ屋携帯じゃないから。携帯じゃないから。何やってんの誰に伝えてんの誰に伝えてんのっていうか、そのヘッドホンのところするそこ通ってないから。タモさんのうなぎ屋行ってないんですって、小宮ヤ吉ツウナギタモやタモさんが、今生、はい、今生中です。はい。はい、今生です。はい、目の前、ミヤいます。はい、三四郎の。はい。 ちょっとあっちが喋るパート長すぎると放送事故になる。<や>そこなんとかアドリブで長く喋ってんだろうけど。聞いてる時間はちょっと冷い。情報与えすぎた。情報与えすぎた。ね、いやいや、そうだけど。<laughs> 何伝えてんのあ、三四郎の小って情報与えすぎた。近くにいるえってびっくりしたから、うん。えっていうか。えあのえコミヤってえ三四郎のえう,うそう。えなんなんえ,あえ三四郎ってあの、あれだよね。間っていうの知ってんの間っていうの知ってんの <laughs> 変わってって言ってた。変わって。 かって。俺、俺は知ってたって、俺、友達ら友達から来たのか。あまあね、行きたい。どこ行きたいまあ、北海道でね、北海道。前営業でさ、えっと、日帰りでさ。僕ら日帰りだったんだよね。みんな、その、泊まる。サンドイッチマンさんとか、花子とかは、その、泊まるってことで、えっと、よかった。あの、星野リゾートめちゃくちゃいいところあったよね。あれ、ちょっと悔しかったな。トマムのところではいはい。 あそこでまあ悔しかったから、こそなんかその映像、まあテレビとかでは見たことあるけれども、うん、そう、それでめちゃくちゃ良かったって聞いたじゃん。うんうん、その後ニッチェとかさ、あの、後日会って。ああだからその、行きたいなって思うよね。めちゃめちゃもうワクワクしたからね。 その2週間前の営業ぐらいから次の北海道泊まりとか言ってさ。うみっちゃが行ってきてさ。星のリゾートだったよ。そうそうそう。そうい。主催の人もさ。星のリゾート撮ったよとか。うん、すごいんだよね。いや、そう行きたかったな確かにそれは行きたいな。うん。まあまあまあ、どこでも行きたいけどね。どこでも。確かにやっぱ感動はね、あの、増すだろうね。今行ったら。いや、そうだね。なんかちょっと、楽しいし、どこでも。連休中は 研究中はまあそのネタとか作ってまあウィーレ我慢してネタ作ってるよおウィーレめちゃくちゃやりたいけどウィーレなウィーレに入れるなうんそう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 なんですよねめちゃくちゃネタねまかね単独まあもう近いから単独確かにそうそうそうそりゃそうだなは俺はゴースト・オブ・ツシマやってるよねえ今ねえっ何それプレス4の ゴースト・オブ・ツシマ。ゴースト・ブ・っていうのがあるの。そう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 。なんか面白そう。え、ツシマって何あの、漢字で、ツシマ。あ、そう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 。日本のツシマが、あの、猛虎にこう攻められて、で、その国を取り戻すみたいな。話。戦国時代の。そう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 。えアクション。アクションです。アクション。アクション、うん、アクションは RPG みたいな。うん。信長の野望とかな感じではないの。あー、じゃないじゃないじゃない。 あのもうなんて言うかなえっと切ってくどんどん切ってく刀で鬼武者みたいな鬼武者みたいな感じだけど登場人物はあのもっと渋い渋い顔がえだって鬼武者みたいなあの金城武みたいな感じじゃないのもっとねあのボスが一番そのモンゴルのボスがいるんだけどがあのモンゴルのボスなの めちゃめちゃ、あの、デブ。太っちょ。太っちょの、なんか。そう、チンギスハンとかそっち、なんか、あ、なんだっけなんとかハン。うん、そうそうそう。ナビかおじさんしか出てこない。どういうことよ。普通だって鬼武者とかだったら若いね。あの、若武者じゃん。とか。そうそうそう。シュッとしたような。若武者いない。えおじ武者。おじ武者主人公は主人公はかっこいいじゃん。主人公おじさん。えジンさん。 ヒロインとかヒロインおばさん。えおばさんじゃねえか。え、それで相手相手かっこいいみたいな、カリスマ的なのとか。うんいないな。カリスマ、モンゴルのおじさん。それやりたくなるえ面白い。さぞかし内容ストーリーが面白いんだろうね。そう。そうなのそっか。マジでそう。うわ。あとなんか、あの、なんだっけな。 黒沢モードっていうのがあるんだよ。黒沢明の。モードどういうこと黒沢モード。え白黒ってことそう。え白黒白黒。かっこいい。かっこいいんだよ。かっこいいんだけど、白黒になるだけなんだよ。えいや、かっこいいんだよ。いいようにかっこいいんだよ。黒沢モードオンにして、うわめちゃめちゃいいじゃんと思って、あの、2回。2回サムライみたいな感じでしちょっとだけやったんだけど、やっぱなんかその、2周目以降かなと思うよね。 一周目以降そう。あの、一周目でやるんじゃないはいはいはい。なんかトーリーは同じなわけだもんね。そうそうそう。カメラワークとかが違うんだったらわかるけどね。そうカメラワーク。めちゃ迫力があるね。臨場感ある。近づいてのさ。あ、黒沢明。そうそうそう。特有のね。そうそういうんじゃないそれだとすごいよ。うん。多分、多分だけど、ただの白黒。ただの白黒。多分ね。あ黒沢モード。でも、なんか、うまあまあいいけどね。そのなんか臨場感は、なんか出る。 なんか昔の映画っぽくなるから。でもまあ、そう、カメラワークは欲しいよね。カメラワークは。そうそうそう、欲しいよ。欲しいのよ。そうそうそう。で、今、あの、弓のお師匠さん、弓を教わるお師匠さんがいるんだけど、その弟子が、あの、裏切った。そのお師匠さんをね。裏切った。かなりの弟子が、裏切ったから、俺が代わりに、 ぶった切りに行くって。う面白そうだ。裏切ってんじゃねえやりてえ。津島の方は津島の方で裏切りがあるのよ。うん。寝返ったりするの。はいはいはい。それをもう、おじさんは許さないから。おじさんは。おじさんがおじさんを切りにおじさんがおじさん。これを見るおばさん。やりていやでも本当に。主人公はおじさんでもいいからやりてだからストーリーが面白くないと成立しないんだよね、それも。だから。 ああ、そうおじさんでも面白いんじゃないおじさんでも面白いんだから。全面白いよ、本当に。そうか、キャストとかもうちょっと考えてもっとってことなのかな。ね、それはそれでいいいや、キャスト豪華だと思うよ。うん。あ、キャスト豪華なのうん。え、竜がごとくとか、ま、鬼武者みたいになんか。感じちなんじゃないのかな。あだから海外のゲームか。あ、海外の、海外のゲームだから。海外の人が日本をイメージしてっていう感じか。そういうことだ。ザ・忍者。な感じか。ええ、それはそれででも臨場感あるってこと。あ、だから黒沢モード。黒沢、あああ、 なるほど。世界の黒さそううただ、全員おじさんなんだよな。そうだ。日本人全員おじさんだと思ってる日本人はこういうもんだってね、思ってかわかんないけどね。うん、いいいなそれはもう。主人公別におじさんでもいいからやりてえよ。単独のためにネタ考えてんだけど。さなか。さなか。いいなおじさん操作してるから、俺。おじさん。で、あの、本当ならね、 あの、今日がさ、東京オリンピックの開会式なんだよね。うん。本来ならその話をもう一だけそうだね。知てましたよ。一、そうか。いや、そうよ。あ、一年後。やっとだよ、これ、本当に。そうそうかだから、開会式の演出について、ああ、こういう演出なんだ、みたいな、ああ、だ、こうだ、言ってるでしょ。うん。どう考えても、今日なんかは。 いやいや、もう、そうだな、あの。今度代表のさ、上半身裸男、タウファトファがね、上半身裸だったかどうかっていう話も、してたでしょ、絶対。そうか、シーナリンゴとかね。うん、シーナリンゴが出るか、タウファトファがどの競技でオリンピックに出るのか。めちゃくちゃ盛り上がってる。絶対盛り上がってたんだから。絶対盛り上がってたよ。いや、そうなんだよ。 うん、だここからもずっとオリンピックの話だし、も,うもっと前からずっとオリンピックの話のはずだったわけだからね。そうだな、確かに。うんそうか、ずっとオリンピックあ、街の雰囲気もなんか全然変わってたのね。 確かになぁ。全然違うだろうね。オリンピック、オリンピックムードね。うん。なんかエピソードとかも外国人とか、ね、方とかもいてさ、そうか、オリンピック。多いだろうしね。期間だからね。まあ多いのか、みたいな感じで。そうか。ありそう。現実的には違うもんなだから。まあねだから、うん。なんだったんだろうなそう考えるとなんか、変な感じ。 <laughs> うんそう考えると、まじ変,、うん、変な感じまあ、うん、<laughs> まあ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 。変な,変な感じだけど。な変な感じ,な感じ、うん、だよね。真面目に。変な感じだよね。なんかいい方が。まあ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 。なんかね、まあ確かにオリンピック、ちょっとブースト前だったよね。 だからブーストかかる前にもう中止ってなっちゃったもんな。あ、確かに。あ、だからと、うんうん、なんか準備がこう、こう、重なってて、こう、盛り上がってって、うんうん、みんなで盛り上がってったところで、うん、中止ってなってたら、うわーとかなってたけど、なんかそのブースト前だから、ブースト前に中止ってなっちゃったから、はいはい、なんかね。うんうん あ、なんか、今、言いかけたけど。明ら <laughs> <laughs> かに顔したけど、ね。気づいたなんかで始まっちゃったら、<laughs> 今言わないなんて変な <laughs> なんな、変な感じ。なんで今言うので言わないの変な感じ。 我慢したんだよ。我慢したのな、うんかねえとか。なんかねえってか。なんかの後は変な感じだから。でも間のチケットがね、どうなるか。いや、そうよ。これ,これはもうどうなったのもうえっと、一応、 えっと、陸上決勝と、男子バスケ決勝当たってるんですよ、僕。うん、で、A 席2枚ずつ当たってるから、うん、えっと、46万。十六万。万 <laughs> 分のチケットあるんですけど、だからそれが、えっ、ー、と、一応来年に、まあ、繰り越せる。同じ日かどうかわかんないんだけど、なんか、うん、同じ競技か。同じ競技の日に、ああ えっと、来年繰り越せるっていうことになってるらしいんだよね。なってんだよね。そう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 。それは母親と行くんだっけうん。そうそうそう。うん。そっか。ね。前の東京五輪も見に行ってて。陸上決勝だもんな。そうそうそう。ラジオ聞いてて、当たったって言ったらすぐメールが来て、そう、あの、私も行くみたいなね。うん。話になったんだよね。払い戻しとかはしないのええ。 払い戻し <laughs> うん。払い戻すの <laughs> せっかく当たったのに。いやいやそ,うそうだよ、払い戻した方が。いや、倍率エグいぜ。えいや、倍率エグまあ、ね、確かい俺だって、一回ストレートで当たって、うん、もう一回の二次抽選みたいなので、男子バスケ当たってるわけだから、うん。相当な倍率になるよ。だって周り結構外してるみたいな人多いし、うん。それを手放すっていうのはね、 うんまあ、今んとこはないね。ええー。で、倍率高いんだったら、うん、でもお金もね、かなり戻ってくるんでしょでも。まあ、46万。っ,ってことだもんね。ねうん、じゃあ、払い戻ししたら、うん、うん。払い戻ししないのまあもう払い戻しはだから、まあ、別にいつでもできると思う。だから、倍率が、聞いてた、うん、倍率が <laughs>、だからこそね。だからそう。 待って待って、倍率が高いからこそ、うん。払い戻すの、うん、陸上決勝の日に間が行けるかどうかっていうのを確信はないわけじゃん、まだ。いや、そうよ。仕事はだっ,だって、そうだそう、仕事はだってね、うん、入るかもしんないし。いや、まあね、極力、だから、開けてはもらうけどね。<laughs> うん。まあでもまあ、僕は予知します。ええー、予知します。す来年の陸上決勝の日に、間は、お腹が痛くなって家から出られなくなると予知します。 予知します。僕は予知します。はい何ですか予知します。予知うん。そうだね。予知うん。だからちょっと譲った方がいいよ。誰かに。うん。あ、お腹が痛くなるのうん。俺がそうそうそう。家から出られなくなるうん。だからまあ譲るとか、まあ譲った方がいいか。うん。何予知。そのギリギリのことだったからね。お腹が痛くなるってことは。 ギリギリのことだったからこそ、はい、誰にも譲ることなく、もだい苦しいんで。<laughs> まあね、あのー、他の人に渡しといた方がいいと思うんですよね。うん、何言ってそれは僕は予知します。何予知って。<laughs> 何,何予知って、うん。悪いことは言わないから、ちょっと僕にとかね、譲った方がい,いと。僕にって言ってらじゃん。うん、他の人でもまあ、しょうがない。うん。怖っ。えー、牡蠣に当たってください。うん、はい火器。 カキに当たってくださいびっくりした今。びっくりした今。カキに当たる、予知、予知とかじゃないえ食べてもないカキに当たってください。どう当たる食べてもないカキに当たって、もういけなくなってください。もう。食べてない。うん。けないなら捨てた方がマシですそうです。だったら譲ってくださいそれは。じゃあ払い戻したら。そういうことだ。 な<え>それもしないんだったら。なんでそうなんだダメだぞ。なんでそうなんな。お前は本当いや、だったら譲れってっ誰でも取れるチケットだったらわかるけど。それは譲れって言ってんだよ。譲んない,いや譲りたくないよ。なんでだよ、いけず。いけずじゃねえよいけずだよ。お前、いけずなんかの言葉で片付けんなよ。いけずだよ。46万のチケット譲れって言ってんだよ。それ拒んだらいけずになるいや、そりゃそうだろう。だって別にもう、あのー、お社会になっちゃうわけだからね。チケットが。 いやいや、決まってないじゃん、だって。別に。いやいや、決まってないっていうか。あなたは勝手に予知してるだけでしょうん。いや、ま、し、仮にじゃあ、そう、見えてるわけなんで、見たんだよ、それは。水晶。水晶水晶に映ってた。いつの間にハマったいつの間に、水晶にハマった。ちょっと今日もね、変だったでしょ、最初から。ヘッドオンとかしないと。あ、変だった。なんかやっぱちょっと。何かを回避するために はいはい。ヘッドホンをしなかったってこと <laughs> いろいろちょっと変わってるんですよ、僕も。今。変化の、<laughs> 変化の時期なんで。うわ、なんか見えたんだ。はい、うん。なんか見えて、ヘッドホンしない方がいいって推奨に出たんだ。そうなんだ。あ、だから、かいや、だからもう、悪いこと言わないで。<お>うん、そうそうそう。そうん。悪いこと言わないで。うん。いやいや。譲ってよ。にしてもなぁ、まだ、あと1年あるわけだからね。ちょっとまだ俺も、様子見したいよ、だって。おうん。お 聞こえますよ。はい。おつ、お告げが。おつ、っヘッドホンから聞こえますよ。お告げって水晶から聞こえるんじゃないのはい。ヘッドホンから聞こえるのあ、聞こえますよ。なんてえ、え、譲った方がいい。聞こえますよ。はい。食べてもないカキに当たるって。いや、さっき言ったやつ。はいはい。あ、いけずって言ってますね。いや、お前の、お前の声じゃないか。水晶の声じゃね。ああ、変な感じって言ってますね。変な感じはお前だろ。 お前が、連呼してたやつじゃねえかよ。俺じゃねえよ。<laughs> うん。あ、そのあ、ゲーム面白そうとか言ってますね。気になってますね。気になってますね。うん。<laughs> はい 気になってますね。気になっておじいさんばっかのゲームって何遅っ最初の声遅すぎない <laughs> ヘトンかけ前もってこう予言するんだって、それが余地じゃないわけじゃん。うん、これから何言うとか、なんかこうね、えっ、ー、と、やめた方がいい。これやるのやめた方がいいみたいな。うん、自分の声の <laughs>、 返しはずるいじゃん。<laughs> 別に、表示じゃないもん。表示でも、なんでもないもん。<laughs> 変な感じって言ってるだけだもんな。うん、振りとくない喋んの間って言ってますよ。いやいや、な、なんで質問なの <laughs> <laughs> いや、小宮が言って、水晶が答えるんだったらわかるけど。うん、振りとくえ、何喋んのって、インカム、インカムじゃない、ヘッドホンから聞こえてきたってことでしょうん。どういうこと声が。 質問が聞こえてくるってどういうことそんなパターンないわけじゃん。うん。予知してるわけでしょうん。さあね。はい。真相は闇の中です。はい。いやー、今日、年前の花火、綺麗だったな。予知でも何でもないうん。ね、年前の花火。綺麗だったね。花火、上がって。ねあそうなんだ。そうそうそう。知らない、知らない。年前の花火は、家から見える距離だから。 ああ、そうそうそう。うん。うんそうそうそう。はい<ん>。聖書 <laughs> に言われたのとかじゃなくていや、それはもう自分の、自分の意見です、ただの。今日の。<laughs> いやいや。<laughs> <laughs> いやいやいや。<laughs> なんか今日、変な感じ。いやいや、変な感じって言われても。変な感じよ、ずーっと。変な感じって漠然と言われてもさ、そんな。 いや、お前が言ったんだよ。何 <laughs> 変な感じって。<laughs> お前が言ったんだよ。<laughs> うん、お前が言ってこっちが乗ったらそんな突っ張り方ないだろう。ちょっと皆さん単独楽しみになってんじゃないですか。<laughs> なってます <laughs> この痺れるような。不安,に不安になってます <laughs> 不安になってます <laughs> ちょっとめちゃくちゃ楽しみになってるじですこれはやばい。<laughs> <laughs> これはやばいです。大丈夫かあと一週間で単独なんだけど。うん、チケット払い戻しようかそっちのそっちの。そ,<っ>ちの <laughs> それでは始めていきましょう。最初のオールナイト日本 あめまして、こんばんは、三四郎の小宮宏信です。んんです金曜日のオンライントニッポンは三四郎をお送りしてまいります。今もなんか聞こえたな。<え>改めまして。俺だ俺いや、その前になんか、<え>あっちから改めまして、お願いします。金子か <laughs> あれ。<laughs> いいじゃないですか。<laughs> <laughs> 確かに、確かに。確かに。これをいいじゃないですか。もうガチの反応で。マジやめてよね。ここのバチバチやるのやめて。いや、それを別にいいじゃ確かにそういうなのか。それいいじゃないですか。思い出せよ。だから、あの、年末で。 犯人やの,のカナダとバチバチにやり合った男だ,だな、うん、すぐ喧嘩になるんだからまあなそうよ、うん、別にいいじゃないですかインカムであんな喧嘩腰ある <laughs> あの時もまあ金子は悪くないし今も金子は悪くないし <laughs> <laughs> いや別にいいじゃないですかお願いします <laughs> まあな、えー、ちょっとさっきも話に出たんですけども、うんはい、ちょっと単独のね、うん、あのー、ちょっと単独についてちょっとたっぷりめにちょっとお知らせをさせてください。はいはい、単独というかですね、 まあ、ああのー、グッズグッズのお知らせなんですけども、はい、あのー、7月31日金曜日と8月1日土曜日の創月ソールにて行われる三四郎単独ライブ道徳の日本男児その後の、えー、チケットがおかげさまで完売したんですけども、そこで三四郎単独ライブ道徳の日本男児その後のライブ、えー、記念グッズをいくつか作りました。記念グッズはい。 えー、今回のライブは配信で楽しまれるお客様も多いのと、うん、感染予防対策で会場での販売と、えー、受け渡しができないので、えー、やってないライブ、あのー、3月に行われる予定だったバチボコプレミアムライブを販売している、はいうん、のグッズを、ね、販売している、うんえー、ライブセルフオーダーの、うん オーダーさんの協力のもと、同じサイトにて、道徳の日本男児記念グッズをネット販売します。やってないライブとややこしいライブのグッズが一緒に買えるってことですね。<laughs> <laughs> <laughs> そう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 なのね。ちょっとややこしいんですけども、うんうん、これも。はい、で、えーと、今回その、ドドドの日本男児の記念グッズの内容なんですけども、一応 T シャツ、えー、白黒の T シャツ2色ですね。うん、えー、各3000円プラス税なんですけども、えー、これ、あの、勇者のイラストもやってるマウンテングラフィックスさんが、僕らの参照のイラストを描いてくださいまして、ねうん、で、それが印刷された白黒 T シャツ2色。 と、えー、三四郎のそのイラストと、えー、今回のフォトビジュアルのステッカー。三、はい、種類の、えワ、ー、ンセット600円の、えー、これだからステッカーやね。うん、え三、ー、枚のステッカー。うん、あと、手書きのメッセージ入りの、あの頃の間少年白 T シャツっていうのもあって。何それえー、これあのー、 うちのマネージャーの松本が勝手に作ったグッズなんだけど何歳ぐらいの時の絵だろうな小3小三ぐらいの時の俺のここにあんだけどさ俺のこの写真が本当は気に入ってたらしいの、気に入ったらしくてこれをどうにかしてグッズにしたいという。 <laughs> あの人の勝手な思いのもと作っちゃ <laughs>、えー、作ったグッズですね、うんえー、あとあのディアボス結構僕らのトークにも出てくるヒロテレの広島のね広島テレビの「ディアボス」っていう番組のですねあのお世話になったボスの会社にお願いして作ったんですけども、うん、あ,のあの頃の小宮マスクっていうね、うん、あの小宮が歯かけた時のはい 写真が、そのまま印刷された、うん、口元がそのまま印刷されたっていうマスク。これ、株式会社ポップジャパンさんっていうところにお世話になったんですけども、うん、これが、えー、3300円。うん、で、マスクが売ってまして、そして、世界で、これね、世界で1体しかない、三四郎 3D フィギュア。 これがちょっとね <laughs>、作ったなそう、うん、これね、作ったんですけども、ちょっと今回一番ややこしい商品で、このフィギュアが、ヒロテレのディアボスでお世話になった株式会社キャステムさんのボスにお願いをして、作ってもらったんですけども、あのー、なんと、販売価格、10万円、プラス税です高っ、え、え、これは何ですかどういうつもりですか <laughs> でもこれあでも <laughs> あの、まあ、リスナーは買えないよここで告知してもあと10万はごめんなさい<っ>これはうんリスナー向けではないかもしれないでもそれぐらい成功ってことでしょ、まあ、10万ぐらいするってことでしょホンにこれはでも本当に本当のことを言うと、うん、本当に10万しますううんそうだよねちゃんと作ってらぐらい成功なやつですだからこれ世界に一体だから本当に今回の目玉商品ですよ、うん で、えー、間いい感じ金髪バージョンなんでね。あ、金髪で撮った。金髪バージョンで撮ったんで、そうなんですよ、うんえー。この、今回だけじゃないもし売れたら次回もやるかもしれないけど、この、うん、あのー、フィギュアね。はいはい、今回だけだとは思うよ、金髪バージョンは。そんなプレミア感あるのア,レア、レ連発してますけど。なので、これを、えー、抽選販売で、えー、行いたいと思います。 7月28日水曜日18時から8月1日土曜日20時の期間で受付をして当選者に販売しますということですね売れない場合はね売れるまで受け付しけますそうですねフィギュア以外のグッズは えー、今回のライブグッズもともと会場に来たお客様へ販売するグッズで考えておりましたので、うんあのー、数にね今現在限りがございます、うんえー、まずはチケット購入者優先で先着販売をいたします、えー、チケット購入者優先販売はチケット引き換え番号9桁の入力が必要となりますのでこれご確認いただきまして 明日7月25日土曜日18時から7月28日17時59分までチケット購入者優先販売をえ行いたいと思います。はい、その後で、 えー、7月28日18時から一般販売とさせていただきます。うん、はいはい。あの、現時点で数に限りがあるので、売り切れた場合は予約販売になりますので、発送までにお時間をいただきます。はいはい。やってないライブとややこしいライブのグッズが一緒に買えるっていうことですね。うん、そうなんです。はい。 そう。ちなみにあの、今回も、あの、バチボコプレミアムライブの時と同様に、えー、商品ご購入代金合計1万円以上で、えー、小宮のですね、辛口ビニール袋評論家、小宮厳選ビニール袋、うん、これあったよね。ってないムライブ。ね、<の>実際にはかぶってない、ね、あれを1枚プレゼントしますので、うん、えー、よろしくお願いいたします、うん、ということですね。はい、346帽子をかぶって、小宮マスクして、相手、うん、少年 T シャツ着て、<laughs> コンビニは厳選ビニール袋を持ってやってない、やらこしいライブスタイルでコンビニとかに行けると。いや、そう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 。そういうこと全部言うのね。全部言う。これ、全部。ここに当たってちょっとマネージャーがピリピリしてたから。えこれちゃんと言ってくださいよって。全部言わないと。これ、スってきてくれてんだから。いや、俺、んな、だな。い詳しくはホームページでいいんじゃないダメ。ダメ、それで怒るから いや、怒るからって、まあ、それはありがたいことにね、ちょっとやってくる。めちゃくちゃ見てるから。これお願いしますってって。あんま目合わせたくないもん。こも全部お願いします。いや、別に、<laughs> いや、言ってるからいいんだよ、別に、うん。一応全部言う。そうあの、公式グッズショップを、あの、詳しくは、あのー、確認してください。いや、言うんかい結局それも。<laughs> いや。うん、そう、そう。これが、明日の、なんか夕方18時からとかなんだよね。公式グッズショップの。 解説がそう。だから、これもまた言うとややこしいから、そう、今見れないの。なんだそれ。今見れないの。で、なんか今見るには、みたいなことも言われたんだよ。え、今見るには。今見るには、なんか三四郎のオンライントニッポンの公式ツイッターで、で、今多分上がってると思う。写真とか多分見れると思うんだけど、そうそうそう。見れんの見れんのうん。なんかそのツイッターでは見れんだよ。うん。で、なんか、 バチボコプレミアムライブの LINE のアカウントを友達登録した人は、なんかそのグッズショップとかにも行けるんだよ。 おぉ。そう,そう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 。そややこしいな。そう,そうそう。それをもう本当に12時50分ぐらいに伝えられて、そうそうパニックになってたのね、あれだも <laughs> えど,どういうことみたいな。<laughs> ちょっとね。<laughs> うん、<laughs> ま満足かな。うん。十八時以降。あもありがたいですよね。そ,それもちゃんと買っていただけたら。そう。うん。十八18時以降公式グッズショップをご覧いただければ。うん。ああ あの、ちゃんと、あの、解説はできてると思うので。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はいはい。さあ、生放送ということでメール募集しましょう。メールは、間が行けずだったんで、行けずなやつ。はい。皆さんお願いします。行けずなやつ。行けずじゃねえよ。いけずだったんで、なやつ。行けずなやつ。いけずなやつ。けずなやつ。僕だったら分けるからね。僕、譲るし。分けるって何あの、ちぎっちゃダ分けるから。ちぎっちゃダメ。 ちぎでもいけず、いけず、みんなの周りにもいけずなやついると思うんです。いけずじゃねえって俺。いけずな間を送って。いけずな間を送ってっておかしいじゃん。いけずな間です。もう間、以上にいけずなやついるかってことなんで。皆さんも。いけずなやつ、いけずなやつ。今日のメールは、テーマメール。いけず、いけずなやつ。いけずなやつ。お願いします。いけずなやつです。お願いします。何その口。はい。 <laughs> 別にメダルですわ。三四六アットマークオールナイトニッポンドットコム数字三四六アットマークオールナイトニッポンドットコムです。三百四十六で三四郎です。はい、ということで深夜三時分での2時間最後までお付き合いください。三四郎のオールナイトニッポン。この番組はワンカップ大関日本海市、ガンダム国交、映画コンフィデンスマン JP プリンセス編。 以上、各社の協賛で東京中楽有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。 これ見てそれ何んだと思うレバ刺し？違うよ三四郎のオンライト日本日本放送キーステーションに全国ネットで放送中三四郎のオンライト日本三四郎の間修司です小宮博信ですはいはい。リアクションメールですねはいラジオネームイグアナそば。はい相田さん あなた、倍率倍率うるさいですね。はい、そんな人をさっさと下記に当たってください。いやいやそんで、漏らしたクソを泣きながらチケットで拭いたらどうですか <laughs> <laughs> いや、ちち、ね、倍率倍率うるさくなるよ。うん、だって、入手困難だったんだぜ、だって。うん。いや、だからそれ倍率って言うだろ、そりゃ。 まあまあそう、え。なんでそんなトイレットペーパーと同じ使い方されなきゃいけねえんだよ。いやまあまあそう。46万よ。うん、46万。ねうん。まあ払い戻しした方が渋いよ。渋い渋いと思うから。渋いって言ったんさっきのゲームのね、キャラも。渋いっていうのいいでしょ、ジさん。ジンさんだよ。払い戻しした方がジンさんだから。払い戻しした方がジンさん うん、えもう一回抽選して。そうそうそう。もう一回抽選して。待って待って払い戻して。<laughs> 払い戻ししてうん。もう一回抽選。もう一回抽選するのれめちゃめちゃバカじゃん。そうそう。いやいや、大丈夫。渋い,渋いから。うん。それいいじゃん。渋いよ。<laughs> 渋いならな、うん、だって本当に46万、46万って言ってるけれども、その陸上よっていう思いだったらわかるけれども、お金じゃんって話じゃん。そしたら。お金なんのんじゃなくて、陸上、うん、えっと、あ、えー、のー、 まあね、その一緒に一回、陸上は決勝を目の当たりにしたいじゃんってことだったら分かるよ。で、お金のことばっか言ってんじゃん。46万よ。<laughs> いやいや。いや、それで価値があるもんですよっていうん、だから行けずするぐらいだったら、いけずするってないいよね。そうそう。いやいや、行けずしてるつもりはないよ、俺は。全然。うん、そうい<や>、うん、けずしてないじゃん、だって。うん。いや、だって、なんか、あの、最終的に、 俺に譲れみたいなこと言ってたからね。さっき。びっくりしたけど。まあそうだよ。まあまあそうだよ、じゃない。いや、火器に当たるんだったらねってことだから。いや、一緒に行こうとしてたでしょ、だって、去年。まあまあまあ、それはある。行きたいだけでしょ、だから。でももう本当にだって一緒には行ってもらえないわけでしょ。それはもうだってそうだったら、まあそうでしょっていうのもあるし。もう一個あったよね、もう一枚。うん。もう一枚はなんだっけ んだから男子バスケと陸上決勝ね。でしょどっちか、うん、渋く。ねえ、どう払い戻し。どっちか渋くと思ってた。どっちか渋く行こう。ええどっちか渋く。えどっちか渋くだって2個当たってんだから、それはいいじゃん。いや別にメイトないじゃん、だって。そうそうそう。でもじゃあ僕にくれるか、渋く。くれるそうそう。どうかなと思って。うん。そしたら。払ってよ。いやいや二十20万。 男子バスケ決勝2枚で20万なんだから。いやー。え、払ったらいいってこと払ったらいいってことね。今言ったもんね。いや、払ったらいいってことね。<laughs> お金はもうあ,あるんだ。<laughs> そう、そうなるんだったら、ね。<笑><笑>お金はありますよ、じゃあ。お金はある。めちゃめちゃ嫌な映り方。うん、<laughs> お金。<laughs> え、だって前、それでも嫌だって言ってたけど、心変わりしたってことでしょ。払ったらいいってこといや、くれって言うから。うん。いや、だから払ったらいいってことでしょ、じゃあ。 え、払うて。だけどね。だって俺が行きたいんだもん、だって。全部買うよ。じゃ四4枚うん。なんでだよ。なんでだよ。だってお金で、だって46万だよ、46万だよって、めちゃくちゃ言ってるってことは、それはお金ってことでしょ結局は。で、結局はお金だったら俺もだからすぐ払い戻すって。うん。そんだったらね。うん。うん。じゃないでもだから、だから変わったわけでしょ何が気持ちが。 ち変わったっていうか。いやいやいや、来年に持ち越せるから、まだ。払い戻しは、その時にでも別にできるから。総額いくらだっけ ?46 万総額ね。総額46でいいのいけるよ、じゃあ。腹立つ総額 46? いや、腹立つな。もう拾ってようもんだよ、こんなの。なんでだよ。何うっすー。ありがとうっすー。いや、ありがうっすー。っすー。ありがとうっすー。言ってないからね。え <laughs> 言ってないよ。なんで俺が行かないことになると俺が、なんかその、あの、両方応募して、当たって、やっとの思いで手に入れた4枚なのに。うん、何も応募しない。一番最初の抽選でやっぱ2時はやろうかな、<わ>みたいなこと言ってて。変な顔。<laughs> え <laughs> こいつマジで。うわ 変な顔。めちゃめちゃぶん殴りたいです、ほんとに。なんか変な顔。このアクリル板さえなかったら、マジで手出してました。マジで向きになってる。危なかったな、お前。このアクリル板があってよかったな。なこの、これがあっ,ってよかったな。わわわわ、叩いてる。うわ,うわ,うわ,うわ、異常行動。ほ <laughs> 異常行動じゃねえわお前だろ、異常行動はうわ何がうわだやだ、やだ。やだ、こっちのセリフだよ。やだ、もう、本当に。やだ、やだ。や顔何ぞ、いじり方。ごめんなさい、取り乱しちゃって。ごめんなさい、本当思っちゃったんだそこは。うん、変な顔。思っちゃったんだやばい、いじり方、こいつ。変な顔。 いいわ。いきますよ。ラジオネームもっ変な喋り方。変な喋り方。メールの読み方。変な読み方。えま、いいた。下手し変な読み方の方がまだいいか。変な顔よりはね。いきますよ。いきますよ。ラジオネームもケー。お前も変な顔だよ。え十分。えラルキーのおすすめパスタといえば、感想メールですね。ペペ玉が筆頭ですか。僕は、ウニボナーラ。 を毎回食べます。汁気の少ないドロッドロのソースが混ざったカルボナーラに、ウニの混ざった最強の、えー、パスタです。知ってる知ってる。僕はこのパスタのことをエクスタシーと呼んでいます。ウニボナーラでいいだろう。<laughs> ウニボナーラエクスタシーに達しますだとわかるけど、まあね、エクスタシーと呼んでいます。 ぐらいね。なんだよ、ウニボラーラと言わない。エクスタシー。まあでもそれぐらいだからね。え、欲しいだろ。えっと、たぶんねの混ざったやつで、ほうれん草もあるから。食ったこもちろん食ってるよ。ウニボナーラ。だって、ウニボナーラとペペマのツートップしょツートップで、そ、うだね。それ、それであとパン、ガーリックのパンでウニボナーラちょっとつけて食べる。あうまそう。あれが最高。めちゃめちゃうまそう。 一体頼みすぎちゃうから、あそこ行ったら。一個が意外と多くて、みんなとシェアしないとって。そうそう。だって一人で行ったらさ、一個しか頼めないじゃん。だからみんなと行った方がいいんだよ。まあまあね、どうせ行くんだったらね。そうそう。それも、んもんね、あ前行った時は、まあだいあの、井口とかとも行ったし、うん、あの千鳥の大醐さんとかと、みんな、うんあの、渡辺直美とか、みんなに。なな言ってたね。そうそう。それで分けてって感じ。<ー>分けても余るし、えっ、ー、と、パン。 パン、ガーリックのパンと、うん、た,たらこたらこが乗っか、明太子、明太子だ。うん、明太子が乗ってるパンもある。そこも、それも使える。あー、うまそう、うまそう。それは、それも。明太フランスみたいなことそうなんです。あーうまそう。それはお持ち帰りして、近くに公園あるんで、そこで食うとかね。いいんですよ。ああ、なるほど、ね。はいはい、最高なんです。ですね。 だって、あのね、さっきも言ったけど、王監督がさ、入院してるときに病院からい抜け出して食べたっていうところでしょうん、そうそうそう。う。入院中に病院から抜け出してまで食べたんだから、そういうことだよそうなんですよね。ま、一回行ってみるといいよ。なんこいつ鼻につくな、今日。ねえ、なんか鼻につきますよね。なんかこを求めるな。 ね金子に金子ね、うん、金子もずっと変ですよね、みたいに言ってるけれども。<laughs> 金子が一番、今夜の悪口言いそうな顔してたから。ちょっとずっと変ですね。<laughs> 確かに。<laughs> <laughs> ずっと変だよね。めちゃめちゃ懐いてるけど。ね、金子も変な顔だな。よーく見ちゃいわれる。よく見たら変な顔 俺、メール送ったんだ。絶対行け読まれる。お前らマジで。静かにしろよ。な静かにしろよ。行くぞこんばんは、三者の前田修士です。こんばんは、バイタイロンブです。2019年12月13日金曜日、この時間。オープニートク来るかもしんないから。じゃお前らお前らお前らさあ、普段は有楽町にございます、日本放送のペニンシュラーホテルが。まあ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 でもね、あのー、今日はね、お前らわかんないかもしんないけど、あのー、流れがさ、多分違った。今週じゃなかった。来週だ。 三郎のオンライト日本そのメールの内容が多分相田さんの前住んでたところに三宮、えー、橋の家にね <laughs> ここ住んでるん今日今日は一人だよあなたはファイティングポーズの本当の意味を知っていますか

対馬あ、対馬それが対馬だろ。対馬あ、この対馬なのね。なるほど。それが対馬だ馬に乗って、馬で対馬って来ちゃってるからね。ちょっと。ごめんなさい。えっと、馬に乗って、今日人のせいにするな。馬に乗って、対馬を走り回ってるんですか森を歩いていたら、主人公のおじ、おじさんが、急に、ああ 黄色い鳥だ追いかけなきゃと、独りごとを言い出し、鳥を追いかけるミッションが、強制的に始まりました。すごく可愛いので、このゲームはギャルゲーの要素もあります。<laughs> 本当本当にそうなのこれはね、あの、本当です。<laughs> え黄色い鳥が、なんか、その、マップ内に、まだ、あの、発見してない、 なんか、スポットみたいなところに案内してくれんのよ。うん。で、例えばそこが、なんか、温泉だったりするのね。はい,はいはい。で、温泉になんか入ると、うん、えっと、体力がちょっとだけ増えたり、んなんか、そう、そう、するのよ、なんか。おじさんが、うん、温泉に入るおじさんが温泉に入るゲーム。<laughs> 気持ち悪い。 あんまよくはない。うーん。戦線に入るゲーム。っていうわけ。うん。それすべてではないよ。うん。全てではない。鳥を追いかけるっていうのはいきなりあのね。急にそう。妖精とかさ、女の子がとかだったわかるけど。そう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 。そうだね。そうなんだけど、そう。馬に乗ってると、 なんかそう、黄色い鳥、なんかうぐいすみたいな,なんか待ってくれーって。<laughs> 待ってくれって言うわれる。待って,ってないけど、いや、待ってくれーとは言わないよ。待ってくれーとは言わないよ。待って,待って別にそれ、無視してもいいんだけどね。その鳥はね。お,うおう無視してもいいんだけど、その、行った方が自分の、その HP が増えたり、<え>なんかうう。サブミッションってことうーん、まあ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 、行った方がいい。追いかけた方がいい。待ってくれないってって、うん、追いかけた方がいい。でも強制的に始まりましたってなって。え 強制的にはちょっとわかんないな。でもいいし、みたいな感じで。じゃあ、もしかしたら、強制的に、あの、鳥を待ってくれーって追いかけるミッションもあるのかもしんない。俺はまだ出会ったことないけど。あ,あ、こっからこっからなのかもしんない。えー、星さんが。いや、さすがにでも、<laughs> <さ>何それ。俺これ渋いって言ったじゃん俺。このゲームは何流行ってんの結構流行ってるよ。流行ってるよ。 あ、いやいや、その、みんなもかなりみんなやってるゲームってこと。めちゃめちゃ注目されてるようだった。あ、そうなん。うん、あの、ミツバチになるゲームとかさ、言ってたじゃん、お前。はいはい,はいはいはい。あれみたいな、なんかちょっとマニアックなって言われてた。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、<laughs> 全然違います。B シミュレーターね。ー B シミュレーターとはま、全く違います。それは違うんだ。全然違う。ミツバチのゲームも面白いけどね。ええっ、ー、と、ラジオネイルル、えーム、キルトキルト生地。はい。 僕もゴーストをぶつしまやって、やってるなぁ、ほらほらみんな。ねうん。えー、っと、やってるのですが、うんうん、一番謎だったのは、うん、コントローラ、えー、コントローラーを撫でたら、うん、おじさんがポケットから笛を出して、うん、笛を吹いたら、雨が降り出してこ, <laughs> 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 これは、おじさんを徹底的に馬鹿にしたゲームだ。<laughs> <laughs> これは嘘だなこれは嘘。 これ嘘だよね。うん。コントローラー撫でるっていうのは何ですかそんなことやったことないんですけれども。<laughs> そしたら、えー、コントローラーを撫でたら、おじさんがポケットから笛を出して、ピーって吹くんですね。<laughs> そしたら、ザーってか。<laughs> おじさん。<laughs> これは、あのー、多分色々あるんですよ。これは、あのー、コントローラー撫でたら、おじさんが、あの、お辞儀したり、<laughs> <laughs> 撫でるってなは何ですかコントローラー。撫でるってどこの部分撫でるのあの、なんていうのあそこあるじゃん。PS4 のさの。はいはいはい。あそこを撫でるよ。パッと、パッと。パッとのところをちょっと。あ、撫でるって、まあそうでね。そう。上に撫でるか下に撫でるか、左に投げるか、右に撫でるか、そう、あるんだけど、下に撫でると、おじさんがおじいします。まあ、それはわかるけれど、まだ、まだね。うんうんうん。笛を出すってのは笛を、笛を出すのは、俺、まだちょっとよくわかんない けど、笛が多分、何種類か多分、あんだよね、確か。あー、そうそうそう。で、多分、現象が起きる。雨の方が、悪天候の方が発生するイベントみたいなのもあんじゃないわかんないけど。ゼルダのおじさんバージョンってことゼルダのおじさん笛を吹くで、ゼルダはそうじゃん。 ゼルダのおじさんバージョンかな、まあ、馬にも乗るしね、うん、馬にも乗るしそう、ね、相手を斬るし確かにゼルダのおじさんゼルダのおじさんって何ラジオネームグラタンケーキ、えー 先ほど、ゴースト・オブ・対馬は、うん、おじさんが温泉に入るゲームと言っていましたが、ええ、温泉に入ると考え事ができる選択が発生しました。そうそうそう。大体2択なのですが、うん、考えることはお父さんのことかおじさんについてかの2択です。そうそうそう。 このゲームはおじさんが温泉に入っておじさんのことについて考えるゲーム。<laughs> これは怒られるね。嘘嘘嘘。これはね。これはさすがにもうネタメールですね。確かにね。オッサンズラブだからオッサンズラブじゃねえよ。<laughs> ただのオッサンズラブですから。 だし、だって、こんな、面白いようなことあるんだったら、間も言ってるわけじゃん。オープンで。確かに。確かにね。え、何えっと、おじさんが温泉に入る、ですね。うん。おじさんが温泉に入りますね。ビカムヒューマンみたいなことですね。選択肢が。うーん。まあ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 。そうね。誰を思うか、みたいな。なんか、と、と、なんかね、だから侍だから。まだ分かるよ。お父さんの遠い、ね、行き、別れたお父さんか分かんないけどさ、それだったら分かるけど。多分、うん。 亡くなっちゃった。うん。温泉に入るんでね。うふぅ、いい風だとか。うーん。と言って、思いにふけるんだよね。そうよ。お父さん何してるかなーか。そう。お父さん。おじさん何してるかなー、うん、おじさんって。お父さん、おじさんとは出ないよ。さすがに。違うのお父さんと。<laughs> あ、そこは出ないのお父さんとおじさんってのは出ないよ。 うん。だからまあキャラクターってことでしょう。いや、そう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 ,そう,そう。だその弓のお師匠さんの名前が出て、うん、出たり、そうそうそうだおお。お父さんの父の名前が出たり。みたいなのはあるよ。これ考えた末にどうなるのどっちでもいいんだよ、別に。うん。それはなんかその、多分その後のストーリーとかは、多分関係ないと思う。あ、なんだ、戦うやつ ゲームじゃないんだ。ああ、戦う、戦う、刀使って戦うのかなと思ってたけど。あ、そうだよ。あってるあってるあってる。それはあってるの。あってるあってる。だっておじさんが温泉に入るゲーム。おじさんが温泉に入る多分。え、おっさんズラブ的なやつ。ときモ。おっさんズラメモのおっさんズラブ的なやつ。いやいや。おっさんズラブの時メモね。ふえふいて。なんでふえふいて雨降らせて。 関係ねえじゃん,ん雨,雨じゃないとイベントが発生しないのかなそう雨,雨にして <laughs> なんかそのあいあい傘とかいや違う違う違う、うん、違ってそれお辞儀して <laughs> いやいや全部つなげたら変なゲームになっちゃうよそりゃおじさんがおじさんのことは違う違う違うだから、うん、そ,そういうのもあるよ鳥追っかけてね <laughs> いやいや全然面白くなさそうじゃん 面白いね、ちゃんと。それがサブミッションであるってこといや、サブミッションっていう、まあまあまあ、だからそういうのもあるよっていうね。うん、そういうのもある。じゃそういうなんかその息抜きみたいなのもあるよ。じゃあなんかそのかっこいいっていうか戦うのもあるメインはね。うん。メインストーリーはそうだよ。ゴースト・オブ・ツシマ。ツシマね、うん、分かったんですけど。<laughs> ゴーストっていうのは何ですかんうんゴーストっていうのは色い々ろいろ考えて、そう 選択肢にゴーストがいるの。いや,いや、いやちょっと俺もちょっとよくわかんないけど。なんでゴーストなの<だ>でも。ゆくゆくは出てくるんでしょゴーストが。いや、ちょっと俺もだからまだわかんないよ。だからそんな。だって俺も、小ち島っていうのはわかんないもんね。だって、なんでゴースト <laughs> ゴーストのことを考えになったわかるじゃん。まだね。いや、まあまあまあね。わかんないけど、それも。温泉入ってお父さんのことかおじさんのことかゴーストのこと考えいや,いや、いや、まだまだわかるよ。<laughs> さっき言われた内容よりはまだわかるよ。まあな。おっさんのときめもって言われてんだぞそうだな。それよりは、それよりはわかりますよ。うーん。いや、違うななんか、この人、もっともっと魅力的なゲームなんだけどなじゃあ、お布団の中に入ってお化けのこと考える怖いよ。なんだよ、それ。お化け怖いよ。誰が面白がるんだよ、それ。まさになったらね。 もうあ、なんであんなに怖がってたんだろうとか思う感じでしょ、うん。小学生のね。そうそう小学生の夜だろ、それ。小学生の夜。一人でトイレ行けない。一人でトイレ行けない。つまんなそう。小学生の夜。つ <laughs> まんなそう。おじさんの夏休みですか,か。おじさんの夏休みじゃねえよ。そんで小鳥追っかけるわけじゃねえよ。おじさんの夏休みだ。おじさんの対馬の夏休み。僕の夏休みね、ね。僕の夏休みじゃない。<laughs> 僕の夏休み的なことじゃない。クワガタとか取る代わりに、小鳥に追いかけるとかじゃない。じゃないです。え、だってそうじゃん。でも全部そうだった嫌でしょんなんか可愛い顔、おじさんだったら。うん。すごい可愛い顔してるぞ、僕あんまりでも、その、あの、そうだね、明確に見えてこないんだよね。まあまあ、だからちょっと、うん。だ面白いんだよでも。まあ面白そうだよ、逆にこれは。うん、面白くなさそうとは思ってないし。 おじさんおじさんそううんまあまあまあそうだなうんまだちょっと温泉だったらねおじさんってちょっときれいな人が入るのうになったりよそういう演出はないですおじさんでしょ何歳ぐらいなのえジーンさんはうん何歳なんだろう3 0四十ぐらいだからおじさん おじさんが温泉に入って、お父さんのこととおじさんのことについての二択をどっちにするかをおじさんが判断しているこでおじさんって言い過ぎだな、間のおじさん、間というおじさんがってことでしょ。みんなおじさんじゃん。いやいや、まあまあまあ。だからさ、ざっくり言ったらおじさんだよ。うん。その、あの、登場人物の名前があるから、そんなおじさんを思うとかはないよ。ゴースト・オブ・ツシマっていうのは、ツシマのお化けって。 主人公のことだろ別れよ <laughs> 主人公のことでしょれは。なんだこいつ、うん、<laughs> なんだこいつ <laughs> なあ。<laughs> そう、ゴーストみたいに強い人ってことでしょそういうことなのんー、じゃないだって、ゴーストオブツシもらったの。 調べたら出るんじゃないそうそういうことうん。そうじゃない。お化けみたいに強い人ってことうん。そうそう。お化けみたいに、え、だから外国の方がそうやって思う。ね。お化けみたいに強い人。わかるよ。ゴースト出てこないんだったらそうじゃないだって。もしゴースト出てきたんだったらそうでも、ゴーストをブちシマしまってるのか。まあまあまあ。うん。わかんないじゃん。こっから、こっからのストーリーもあるんだから。ゴースト出てくる。あ、お化け。あ、化モン級に強いってことね。 じゃない?。まあまあまあ、でも強いんで、本当に、じんさんね。そうそう。うん、やってるんでしょう。実際に。大体わかるよ。やってるよ。それ大体わかるよ、じゃあ。うん、じゃなくて。いやいや。うん。うん。感悪いな。うるせえな。うるせえ。 うるせえけど多分そうだ多分そういう意味だお化けのようにってことでしょ多分そうだわうるせえけどなちょっとね調べてもらったら分かると思うけど誰かリードするかうんじゃあいいですかちょっと分かったところでまああとリスナーからねその判断のメールが来ると思うのであのこ間あのテレビ東京の僕らのレギュラーで。 うん、デカ盛りハンターっていうのをね、やって。はいはい、はい、それで、あの、時々、まあ僕らの、えー、っと、が出てるっていうのもあって、うん、しかも普通に大食いだから、あの、あの気持ちいいし、見てて、うんうん、面白いのね。うん、だから見ちゃって、うん、そ,のその、まあ、あの、録画でだけどね、うん、うん、録画で、金曜日だからさ、録画で見てさ、それで、あの、その後、 えっと、ちょっと遅れてだけどさ、うん、デカ盛りハンター、あ、まあ楽しくね、だからあの若月千夏とかね、うん、若月千夏さんを昔から好きだったからさ、うん、ゲスト一緒でさ、とか、それであの、うん、あの、マックス鈴木さんとかさ、マックスさんね、えあずとかがさ、食べてる様子を実況みたいな感じでさ、どれぐらい食べんのかみたいな感じ。うん、で、まあめちゃくちゃ楽しくてさ、うん、それであの、マックス鈴木さんが、あの、まあちょっとなんか、あの、 ちょっとバカな感じ。まあ、演出か分かんないけどね、あの人のね。あの人らに盛り上げようとしてんのか分かんないけど、うん、なんかハンバーガーとかのバンズばっか食べてたから、うん、その、水分とか持ってかれないですか、うん、サラダとかとバランスよく食べた方がいいんじゃないですか言、うん、ったら、いやいや、こっちの方が早く食べれるんで、うん、こっちのまあ、制限時間あるからね。うん、こっちの方がうまく食べれるんで、うん、こっちで行きます、みたいな。うんうん、ああ、そうなんですかみたいな。うん、こっちで、こっちにで。 食べ方の方がいいに決まってるでしょみたいに言って、それ、うん、食べてたら、一番最後の方、めちゃくちゃ、なんか水飲む回数が多くなって、うん、えどうされたんですかみたいな。うん、そしたら、なんか、まあ、バンズ、サラダ、その後も普通に肉ってなってたから、バランスよく食べたらいいんじゃないですかって僕がアドバイスしたのに、うん、ストレートにもその、その、バンズのパート、サラダのパートで分けてたから、うんうんうん 結局、その、なんていうか、肉のパートになっても、水分がもうなくなっちゃって、小宮さんの言う通り、ちょっとバランスよく食べたらよかったですね、みたいな。言ってたんでそしたら、いや、だから言ったでしょ、みたいな。何やってんすかみたいな感じで、そういう感じでワイワイなんか盛り上がって。そして、えっと、まあ、そのオンエアも見て、それでなんか、あ、面白かったな、みたいな感じで。それで、えっと、まあ、ツイッターとか見て、えっと、デカ盛りハンター。で、あの、番組のね、 サイト、ツイッターのあるから、どんな感じだろうって。やっぱ、あの、すごかったみたいになってるのかなとかって、マックス。はいはいはい。そしたら、なんか、その、マックス、鈴木はすごかったけれども、あの、小宮って言って、小宮って言うやつ、まあ知らないんだろうね。小宮って言うやつ、二度と出るな。うるせえ。食えないのにアドバイスしてくるな。いろいろね。いろんな人が。いろんな。あ、一人じゃない。はたまたは、なんか、もう MC 書いてくれ。 あいつ食えないのに、ガヤでうるせえ、みたいない。一応食えないからガヤでやってんだけど。あ,あ,あと違う人は、ああ小宮さんっていう方が上から目線でうるさい。うん、見たくない。本当に見たくないああ。純粋に楽しんでらっしゃる方が。まあまあそうそう。なるほど。あと、こんなのもあった。金髪の方は余計なことほざかないからいいけれど。<laughs> 小宮はほざくから。俺、もう出るな。 金髪の方金髪の方ってのはマックス鈴木さんのことかと思って僕もマックスさんもね金だったそうそうそうなわけないよね間のこだろうねそれであとはんでテレビ東京は小宮を起用していいのかわからないめちゃめちゃ言われてそうそうでこの人らが MC できてるのかわからないちょっとたどってみたね腹立ったから。 中学生。めちゃくちゃ言われんじゃんまあしょうがない思ってまあそれでなそれでまあオンエア後に次の次の日ぐらいかな有吉の壁あって有吉の壁の一般人の壁でえっとまあ用意してた向井君がいてパンサーもレギュラーなんでねパンサーと三四郎と雷がレギュラーでそれであのえっと まあ、その3組で結構回してるみたいな感じで。それで、あの、まあ一緒にはなんないんだよね。その芸人同士は。それで、あの、向井くんに、てかデカ盛りハンターね、すごい面白い番組だけど、結構その批判とかないとか言って。いや、僕らはあんまりないですよ、みたいな。でも一回一番最初はちょっと、あの、ちょっとあの、最初、ちゃちゃ入れてたら、尾形さんが、なんか結構言われたんで、みたいな。なんかデカ盛りハンターの人なんかかなり強い人多いですよ、みたいな。 昔からの大食いファンって、すごいあの熱烈なファンが多いから、もう競技だと思ってるから、邪魔してんじゃねえっていう感じが、ああ、だったらしょうがないから、昔からのファンが多いんだな、みたいなだから悪口多いんだ、みたいな感じ。思ったけど、いやいや、ただの悪口だか,らねだ悪,口だからね悪口って言うわけじゃないけど。そうそうそう。 ファイターだからね。そう。もう空、量がもうすべての世界ってことね。まあ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 。まあそう、そういう世界だそう。だからまあそれ昔から、大食いチャンピオンのところ、時から見てるから。大食いチャンピオンの時からのファン。そう。空、量でしか。うん。シカーじゃない見れない。違う。いやいや、まあもうそりゃいやいや、それはまあすごい。シカーではない。昔からの熱烈なファンだから。シカーって言うとまた言われちゃう。そう。うん。 ですよ、みたいな。昔から、あの、その、テレビチャンピオンとかから応援してくれてる人が多いんですよ、みたいな。あ、だからそうか、みたいな。だから悪口しょうがないな。悪口じゃない。うん。そういう批判もね、でもしょうがないな、って。そうね。でも振り返ったら、おや中学生もいたぞと思ったんだ。一回ね。あれ、だって昔からっていうか、中学生だからな、とか思った。そういう人もいる。ん。まあ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 。そうか。まあまあ確かに僕はね、あんまり食べれないけれども。 だからこそそこでね、頑張んなきゃいけないわけだから。そうそうそう。まあだから、僕とかは食べるっていうのがないわけよ。そのあの、小型さんとかだったら、あの、その大食いファイター、大食いファイターが食べてる横で、その半分ぐらいを食べるみたいな。半分もきついもんね。そうそう。それで半分もきついけれども、小形さんが、まあ結局ギブアップみたいな。半分でも無理だったみたいな感じでなってたら、なんかそのツイッターでもあったみたいな。なんで食べれねえんだ。大食い いやいや、大食いファイターでもないよね、と。大型さん。なんで食べるねんだみたいな言われてたからね、みたいな。いや、それちょっとおかしいな。大食い好きなお前らが、全然大食いのこと分かってないじゃんって。ねいいのもあったり。そうそうそう。そう厳しいな。厳しいんですよ、みたいなこと言ってて。しかも、大型さん結構食べる、ね、担当で、みたいな。なんか、あの番組1週間に2回ぐらいあるわけよ。 時々ね。はい。入った3回の時ぐらいもあって、いい時は。だから、大食いファイター以上に食べてる時あると一緒あ、大方さん。3回だから、半分ずつとは言えども、結構きつい頑張ってる。夜中から始まる時もあるしね。いや、確かにね。あるね。そうそう、結構大変だな、みたいな。になったりして、まあまあ、その話もしてて、みたいな。そっからなんか、その、他の、 まあ一般人の壁が始まるから、うん、まあじゃあ僕も用意しなきゃみたいな、あ、そうだったんだねみたいな会話で、うん、なんか普通にまあ用意してて。うん そしたら、その、タイム、タイムマシーン3号さんがね、うん、あ、これでいいみたいな感じになって、うん、えー、どうしたんですかみたいな感じになったら、タイムマシーン3号さんと僕らが結構有吉の壁で、一般人のところでコラボしてんだよね、4, 4人で。うんうん、それが良かったってことでさ、うん、あの、なんか好評らしいから、みたいな感じで、打ち合わせの時にさ、うん、あの、もう一個が、うん、どうなってるのかな、みたいな。もう一個ができない、場所ができないみたいになって、うん、もう一個三四郎さんどうしましょうみたいな感じになったから、うんうん、あ、じゃあタイムマシーン コラボってどうですかいい、好評みたいになってるんでみたいな、ああ、いいですねみたいな、じゃあ、えっと、じゃプールサイドでお願いしますみたいな、場所も決まっちゃうかと思って、まあ、しょうがないんだけどね、ここ余ってるんでって、じゃあ、どうしますみたいな感じになって、じゃえっと、今ちょっとパッとはね、浮かばないの、4人でやるってなかなか難しいから、じゃあ、えっと、意見出しますみたいな感じになって、えっと、意見言っていって、 それで、僕から打診したんだけれども、結局、その、タイムマシンさんが考えてくれたんでね。考えてくれて、そう、あの、だから、タイムさんがこれでいいみたいな。言った時、え、何すかみたいな。僕、忘れててさ。そう、結構なんか大掛かりな、なんか段ボール使って、ビニール、ガムテープで止まな、止めなきゃいけない。それを、がっつりやんなきゃ、あの、準備しなきゃいけないところ、それをなんか先輩の、 二人がやってんよね。ガムテープ止めて。時間もないのに。そんな中、もう間とかも、メイクしてるのね。メイク。僕らが一緒にやるのに、申し訳ないなと思って。ガムテープ止めな、止めるってこと。これとかバレたら、大食いファンにめちゃくちゃ言われるから大食いファンにめちゃくちゃ言われねえだろ。う。やいや、先輩のテイムマシンに任せっきり。 二度と見たくない。あの金髪。<laughs> ヘアメイク。全部に対してき厳しいの。ダン <laughs> ボール作りも。その最中もヘアメイクして。いやいやいや。金髪に対しても厳しくなってんじゃん。金髪に対してはさっきまで優しかったんだよ。小宮喋るんだ。神宮喋るな, <laughs> るな <laughs> まあ、まあ食う量じゃないから。大丈夫か。あいつら食う量,量で判断してないんだよ。 それで熱い思いがあるから、まあまあまあ、空量だけで判断してる。食量だけとは言ってないよ。いや、かって言ったよ、一回。いやいや、それは、うん。まあ人間の価値をね、空量。やめろいやいやいや、まあまあ、なのかなって、いや、なのかなって思って、さっていうのがあって。なって。いや、言われるからね。ちょっと思ったね。うん。タイマシンさんにあ、だからその、そのツイッターで言われるからね、と思って。やばいやばいと思って。 そのまま一緒にやって、ああああ一緒にまあ作ってね、ダンボールとかもギリギリになってね。うん、僕らもその前のなやつがあるからさ、ギリギリで行くからさ、うん、タ,イムタイマーさんが待っててくれてさ、うん、しかもなんかびっしょぬね、まあ、雨も降ってきちゃってさ、<laughs> まあ一緒になんとかね、うん、なんとかやりきってさ、うん、あ、よかったよかった。まあそのまあ放送でね、されるかどうかわかんないけれども、うん、まあそれまああの、ちょっと楽しみにしてもらったらいいんですけれど。うん、それでなんか、なんとかまあよかったよかったみたいな感じ。うん、結構ハードだよね。 あの、有吉の壁、一般人、その時一般人だけだったんだけど、終わりが朝の9時。朝の5時半。終わりがだよ。そうだよ。朝の5時、朝の5時半からあんな、ストロングスタイルのね、終わり。すごいよね。5時半入り。そうそうそう。9時終わり。9時終わり。それで、えっと、終わって、もう僕らはそれ終わりだから、まあ単独の稽古に向けて。まあ単独の稽古するってまあその前にお昼時だから、ケンタッキー。 行ってめちゃくちゃ買い込んで、家でめちゃくちゃ食ったよね。うん、これだったらちょっと認めてくれるかもしれない。大食いのファン大食いのファン。めちゃくちゃ食った。 どうでしょうかねこれで何とかこれで。あ、の、あの時だったら、もうすごい認めてくれる。何だって言ったら空量で判断してくれる。いや、操縦量にもよるよ。操縦量の。うん。ケンタッキーの操縦量によるからね。操縦量もそうだけど。うん。4本いってやった。叩かれるだろうね。叩かれるだろうな4本は。いやいや、4キロのコーンスローもいってほしい。4本とコーンスロー。いやいや。そうそう。 っていうお話です <laughs> 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 じゃあアリアの壁終わって普通にケンタッキー食した話だみんなに抜けてね大食いファンに抜けて<は><う>小食 <laughs> 小宮弘信ですはいえっとラジオネーム岩崎の何菓子ゴーストには昔の嫌な記憶という意味がありますつまりゴースト・オブ・ツシマはツシマの昔の嫌な記憶という意味合いではないでしょうかうんおおなるほどなるほどそれだそういうことか嫌な思い出まあかっこいいなそれはそれですね 嫌な思い出っていうのは、これは、ゲームはどういう、津島が攻められたみたいな話なの津島がそう、モンゴルに攻められた。うん、攻められた時の話。鎌倉時代のってこと鎌倉時代なのうん、よくわかんないけど。鎌倉時代のあれでしょ原稿とかのやつ。みたいなこと。あ、二度攻められたやつでしょそれで、あ、それ、あ、それが、その時の話。あ、にあのよ。ああ、主人公の、 えっとー、おじさん、うんまあ、本当におじさんなんだけど、それは。お父さんの、<laughs> うんうん、お父さんがそれで、えっ、ー、と、その前に亡くなっちゃって、で、おじさんがその人質に取られちゃって、その、えっ、ー、と、おじさんを助け出すみたいな。あリアルな部分もあるけれども、うん、リアルじゃない部分もあるってことでしょ本当ああ、だから事実に基づいてるかはわかんない。うん。けど、だからその事件は、 えっと、原稿ってことそ,そうそうそう、物語は。原稿。ええー、あ、そうなんだ。うんうん、じゃあ、ちゃんとしてんだな、そこ。いや、ちゃんとしてんだよ。原稿ってあの、あね,ね、あの、映画、すごいね、有名なやつでしょうあの、あ、あ、じゃあ、歴史好きな人とか、すごい、なんか、そうだよちゃ,ちゃんとしてんだよ。だから、言ったよね、俺。ちゃんとしたゲームだってう。うーん、そうか。 でも、こういうのも来てますよ。だから、<laughs> ラジオネーム、玉なしペンタロウ、うんえー、ゴーストオブツシマ、うん、私もやっているんですが、狐、はい、の巣が出てきます。狐の巣に狐を見かけると、うん、ジンさんは一心不乱に狐を追いかけます。うん、逃げる狐を追いかけると、そこには祠があり、<laughs> 手を合わせた後に狐を撫でます。うん、そうすると、ジンさんは、うん 強くなります。い明い悪い。いや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 。説明悪いなぁ。これは嘘。これは嘘。狐を慣でたら、ううってパワーが出る。嘘嘘嘘。まあ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 。これはだからまあ、本当だけど、本当だけど、ちょっと説明が悪いなこのシーンフランにとか。このシーンは出てきたねこのシーンはないだろ。う。 いやいや、ない、ないえ、間はないと。あ、え俺はや、やってるよ。だから、狐が。いやいや、えじゃあどう違うの狐撫でたら、嘘ついてるってことじゃじゃじゃ、だから、狐は、だからその、なんていうの神の、その、なんていうのゴンゲみたいな。うんうん、だから、その、お、お稲荷様とか言うじゃん。はいはいはい。だから、そこ行くと、なんかその、お守りがもらえるのよ。うん。で、それを装備すると、人さんが強くなるっていう。うん、やつだから、説明が悪いわ。 一手を合わせた不乱に追いかけじゃないのよ。え、でも撫でるんでしょ撫でるは撫でる。撫でて強くなるとかじゃないの。うん、ね、まあ強くなるんだけど。じゃあいいじゃん。合ってんじゃん。合ってるけどさ、うん、合ってるけど、はしょりすぎじゃん。だお守りをもらえるっていうことだから。うん、お守りをもらえる。それは装備できるっていうこと。うん。あ,あえ、でもまあ、えー、っと、追っかけるっていうのは追っかけるっていうのは自、自分で操作してるだけだから。 まあでも追っかけるわけだから。追っかけるっていうか、まあね。うん。その、常爪の後を、うん。まあまあまあ、その、追っかけを追うと、だから、その、稲荷神社みたいなのが出てくるよ。うん。どうなんだろうな。みんな説明下手だな。どうだえ、じゃ間の方は間の方で、もうちょっとなんか、えっと、すごい、ヒリヒリしたようなゲームってことでしょいや、そうよ。意に基づいたみたいな。戦うわけだから。 うん、戦うっていうのはモンゴルと元気そう、モーコとね。そう。うん、戦うんでしょう、ね。モーコの、そう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 。ねジロみたいなところに行って戦うわけだから。うん。そっか。ちょっともう、一回テーマメールいきますね。いけずな人。ラジオネーム、完売テイスト。僕はコンビニでバイトをしているのですが、うん、レジにあんなにお金が入っているのに、ちっとも分けてくれません。<laughs> 全くいけずだなぁ。<laughs> いけずとかじゃねえだろ。うわ、めっちゃ入ってると思うもんやっぱり入ってるんだって。確かに。やっぱり入ってんだそうそう。いけずですね、これはね。いっぱい入ってるぞ。小銭の下に1万円札入ってるぞ、大体。そっかう。外したところに一万円。お釣りで出ないから、それは別に入ってるぞ。 ね、そう。それが10万ぐらいたまると、裏のバックヤードの金庫に預けに行くぞ、<laughs> 一回。あ、アルバイトしたことあるもんね。うん、全然行けずじゃない。行け <laughs> ずじゃないから。これは行けずじゃないですね。いそれは行けず,ずじゃないですね、うんうん。あの、ちょっとね、あのー、今日朝早くてね。うん、あのー、仕事だったんですけど。うん ドラマだったんだよね、今日。はい,はいはい。ちょっとドラマをね、朝から撮ってて。あの、ちゃんとしたドラマね。ちゃんとしたドラマ。ラマあのー、小宮はね、あのー、再現のね、あのー、再現とか出るじゃない。うん、エキストラ。小宮は再現、エキストラ俳優でしょだから、うん、まあまあまあ、あのー、ね、仰天俳優。仰天。おちんちん俳優。はい、いやいや、おち <laughs> 言い方考えろ。仰天おちんちん。まあまあまあ、あれも仕事だから、まあ、それ言われると恥ずかしい。エロくないおちんちん俳優。あれもね、仕事だから思いますけど。確かに。エロくないおちんちん俳優ですけど、僕は、あの、ちゃんとした俳優として、ちゃんとしたな。今日でドラマをやらせていただいて。おちんちんも出さない。おちんちん出さない。全く出さない。うん。閉まってる。すごく閉まってる。おちんちん出すもんじゃないんだ。俳優って。全部、全部、全部が全部そうってわけじゃないんだ。うん。 まあちょっと、あのー、まだ詳しい情報は言えないんだけど。うん。もう、あの、本当に、怠慢演技みたいな。うんうんあんまり言っちゃいけないですけどね。うん,うん。あの、一対一みたいな。あんまり言えないですけどね。えー、ごめんなさい一、ね、対一の演技 1> 1まあマジで、あの、本当に、主役、うん、まあまあ、まあまあ、あんまり言っちゃいけないですけど、すみません。いや、いいよね。って言ってもいいぐらい。自分で言ってんだから。で、その、まああのー、現場が反応だったのよ。 うん。埼玉の。はいはいはい。で、あのー、反応ってあの、ムーミンバレーパークでおなじみのね。あ、そうなんう反応ね。<laughs> え、ムーミンムーミンバレーパークが、ちょっと前にできたじゃない。そうなんだ。そうそうそう、今人気なんだよ<ー>土屋太鳳ちゃんが宣伝してた、ムーミンバレーパークの反応に、うんうん、あのー、朝早くだったから、はい、ちょっと前日に、あの、前乗りさせてもらったんだよ。うん で、昨日の19時半ぐらいかな、あの、調べたら、池袋から特急が出てるっつって、レッドアローっていうのが出てるって言うから、じゃあそれ乗ろうと思って。レッドアローね。で、来たんだよね、その特急が。乗る乗る特急が来たら、来たその特急が黄色なんだよ。赤ちゃうんかいと思って。赤ちゃん。 えレッドアローレッドアローなのにレッドアローだと思ったら、そのレッドアローだと思ってた、バーってきた特急が黄色なんだよ。いや、赤ちゃうんかいそれ聞いたけど。な、何よなんでと思って。え帰ったのかな行くけどって言って。行くけど言って。それ言ったんですけどね。それで、何黄色い。 行ったんですけどねって。何それえ、ど、どう、どうだったの今いるあと。何だろうずっとそれで、え、それ聞いてくんのあとで。え、何それえ、レッドアローで、え、実際違う電車だったのいや、ちょっとわかんないです。黄色かいと思って。え、レッドアローの中でもイエローがあると。知りません、僕は。知らない。だって来たのが赤だと思ったら黄色だったんだからレッドアローに乗るつもりはあったの レッドアローに乗るつもりではあったよえ。チケットとかレッドアローのチケットを買ったの。いや、チケットは特急のを買った。特急だから何でも乗れると、ねそ。そう。俺はレッドアローしか出てないと思ったら、黄色い電車がたら。あ、じゃあ違うやつじゃん。レッドアローで黄色いわけないもんね、だって。<laughs> だったら違うやつだよ、ただの。<laughs> いや、だから、<laughs> 違うやつや。だからレッドアローだと思ってるから、俺は。うん。いいや、赤ちゃうんかいいいよ、もうそれ。いいから、それ。赤ちゃうんかいじゃなくて。<laughs> と思ったんですけど。<laughs> うん まあまあまあいいですわ。うんうん、黄色でじゃあ我慢しますわ。うん、はいはいはい。で、なんか。楽しみにしてたからね。レッダーをね。うん、<laughs> そうそう。楽しみにしてたから。うん、で、あのー、まあ乗りながら、黄色の電車に乗りながら、セリフを覚えて、覚えながら行ったんだけど、うん、まあ、そうだな。だいたい、なんとなく覚えたぐらい。うん、で、あ、そうだと思って、 あのー、それで大丈夫なのなんとなく覚えてまああ、いや、まあまあ、だから、えっ、ー、と、まだ時間あるから。まあまあ、そうだけどだ、まあ、そう、前の日だけど。もさ、うん。で、えっ、ー、と、YouTube の動画をこの間撮ったのね。うん、それが、あの、うちの、その、えっ、ー、と、高菜の、あの、家の、ベランダで、鰹節を削って、ご飯にかけて、ほかほかご飯にかけて、 食べるっていう動画だったんだけど、この間撮ったんだよ、それを。あ、それ動画、あのアップするの忘れてたと思って。あ、ごめん、アップっていうか、ドロップね。ごめん、ごめん。ドロップしよたと思って。ちょっとドロップしようと思って、あのドロップしたんだよ。で、えっと、ちょっと時間経ったぐらいで、まあ、コメントなんか来てるかなと思って、見たら、そのコメントのところに、いやいや、 このタイミングでぶつけてきたんすかみたいな。とか、なんか、ええみたいな。二十時に合わせてみたいな。そこ来るさすが修士マン。みたいなコメントが、なんか、あの、来ててさ。で、調べたんだよ。で、調べたら、あの、二十時ちょうどに、あの、菅田正輝とクリーピーナッツの、あの、サントラね、の MV が解禁だったんだよ。 俺、それに、かつお節の動画を、ぶつけたと思われてた。さすがです、し島。いや、ちいちゃ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 い。まあな。今までの気候からしたら、まあ、わからない。MV、MV、ぶつけてきた、わかるよ。MV、かつお節、ぶつけてきて、さすが俺、ベランダでシコ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 、かつお節を削って、ほかほかドアにかけて、 うま、ん、い、うまい、うまいって言ってる動画、ぶつけねえだろ、と思って <laughs>、うん、ぶつけねえだろっていうか、それもあげないかね。普通。<laughs> いや,いや,いや <laughs> これは、これはひどいこと言われた。いやいや、普通あげないじゃん、だから。そいやいや見てくれよ。あ、まあまあ、見、ますよ。ああうん、見てくれよ。うん、<laughs> いや、それで、まああの、まあ、それで、まあ、あまあ、まあ勘違いされたんだけども、うん、で、それ反応、まあ、ついたんだよね。うん、そしたらもう、20時過ぎぐらいなんだけど、もう真っ暗なのね。 まあ、そうかこの時期もあるしね。さすがムーミンバレーと思って。さすが。まあ、よ、じゃんっ雰囲気出てるね。いや、そうそう。雰囲気出てる。ムーミン陽性でしょううん。だからやっぱり真っ暗じゃないと。うネオン街とかにやっぱムーミンいないから。まあね。そう。で、まあ、とりあえず、チェックインしようかなと思って。うん。で、あの、チェックインしたんだよ。ーストオブ反応。ゴーストオブ反ーストオブ反応。 嫌 <laughs> な記憶ないけどね、別に。うん、いや、それで、あの、チェックインして、とりあえずチェックインして、うん、で、ちょっと腹減ったから、とりあえず、まあ、あの、なんか飯食うかと思って。うん、で、反応、スペース、グルメ、みたいなので調べた、うんうん、調べて、まあまあ、パッと調べただけなんだけど、パパパ,パーって出てきたのが、ウオタミ、ワタミ、えー、山中農場だったのね。うん、一回調べるのやめて、その、<laughs> いい,いいんだよ。いいんだけど、うんうん、あの、チェーン店がバばバ,バーって出るとさ、なんかその、もうちょっと有名なのないか、あその土地ならではね、<う>とか。そうん。のを食べたかった。はいはいはい。で、まあ、あ、松子の知らない世界で、うん、この間、そういえば、埼玉うどん、うん、埼玉うどんっていうのがなんか有名ってなんか言ってて、な,なんか、うどんの消費が、 香川うどん県じゃん。はいはい。香川に次いで2位だったらしい。ええ、知らなかった。で、あ、埼玉うどん、食べてえなと思って。ああ、いいね。うん。で、パッと調べた感じに出てこなかったから、まあ食べなかったんだけど、うん。うーん、ちょっとどうすると思って。何すんの今のいるじゃあ。食べなかったのうん。いや。何短いのちょっとあの、今日振り飛び短いの欲しい情報がちょっと出なかったんですよ。 だから、地図を見てたんだよね。地図を見て、そしたら寿司屋がね、周りに4軒あったんだよ。おー、いい寿司割と激戦区じゃん。確かに。あんまないじゃん。いいじゃん、もう。寿司で。で、もうじゃあ寿司食おうと思って。で、えっと、ニコニコで、こう2個あって、反対側に2個。2軒あって。で、近い方の2軒行こうと思って。まあまあ夜だから、その最初の寿司屋も閉まってて。もう1軒の寿司屋も閉まってたんだよ。で、 反対側のじゃあ2軒行こうと思って、行ったんだよ。うんうん、で、行ったら、Google マップ見てね。うん、行ったら、あのー、反対側の2軒が2軒とも、寿司屋じゃなくて、パン屋だったのね。うん、パン屋なんで <laughs> どういうことパン屋 <laughs> の、Google マップの、うん、あの、マーク見てくれればわかるんだけど、うんうん、寿司屋の、あの、ネタのね、握、うん、りのマークと、うんうん、パン屋がクロワッサンのマークなの。お 似てんだよね。えいや、似てんだよ。そうなだよ。マジで似てんだよ。で、まあまあ、俺もよーく見ればよかったんだけど、パッと見、4軒寿司屋なんだよ。勘違いしたんだ、じゃあ、あで、まあ確かに寿司屋は、なんとか寿司とかついてんだけど、パン屋の方は、あの、伊勢屋。うん。伊勢屋一個が伊勢屋。わかんないじゃん。うん、まあそう。寿司屋かもしんないじゃん。で、まあ、それもう一軒を、もうちょっと調べればよかったんだけど、もう一軒が、あの、 英国屋って書いてあったの。うん。<laughs> 英国屋は確かに寿司屋ではねえよ。そうだな。そこで気づけい。英国屋はいや、そうそう。まあまあ、漢字で英国なんだけど、まあ、英国屋は、うん、なあ、あのー、なんだろうな、シャリトーストで出すじゃん。うん、絶対。<laughs> <に>寿司屋だとしても。うんうん、で、当たり前のようにもう、あの、パン屋だからさ、もう閉まってんだよ、ね、そうそう。で、これもう、なんか飯食うとこねえぞ、と思って。4軒ともじゃあ、パン屋だったと。 四軒トンパン屋じゃない二軒は寿司屋。二軒は寿司屋。え、あ、あ、う。最初行ったところ。最初の二軒はそう、寿司屋。で、いや、でもね、もうねえわと思って、じゃあちょっと、歩いてたんだよ。そしたら、あの、焼肉屋があって。和牛専門店。めちゃくちゃうまそうと思って。焼肉屋は遅くまでやってるじゃん。だから、あ、じゃあちょっと行こうかなと思って、覗いたんだよね。そしたら、あの、五人組が、一組、いて、 ちょっとね、あのー、やんちゃくさい感じの。ああ、はいはい。やんちゃくせえと思って。うん、ちょっとやんちゃくさいのめんどくさいなぁと思って、ちょっとやめようかなーと思って一回通り過ぎて、ぐるっと駅の周り見たんだけどあんまりないし、うん、もう一回じゃあ寿司屋戻ってみようかなーと思ったら、うん、さっきまでいなかった一人で来てるお一人様がいて、うんうん、やんちゃくせえのとお一人様がいて、うんいや、一人ね、お一人様がいるんだったら、まあまあ俺も行ってもいいかなーと思って。うん、あの、一人焼肉デビューだったんだけどね。 一人焼き肉デビューだったんだけど、一、はい、人の人がもう一人いれば、うん、まあまあまあ行ってもいいかと思って、うん、じゃあ俺もちょっとしてデビューするかと思って、一、うん、人暮らしも慣れたところですし、<laughs> うん、行ってみようと思って、で行って、で案内されて、で、えっ、ー、と、注文したんだけど、そのタンと赤身とハラミとホルモンとロースとスープとご飯頼んだのね、うん、あの、一気にね。うん そしたら、あの、ちょっと買ってわかんないけど、頼みすぎちゃって、テーブルに、あの、ずらーって並ぶ形になっちゃったんだよ。ああ、初めて。ちょっと、あの、な、慣れてないからさ、一人焼きにで、あの、その、あるあるっぽい状態に陥って、で、これね、一人で食えるかなと思ったら、タン、タンに関して2枚で、3600円の、めちゃめちゃ分厚い。めちゃくちゃ高いじゃん。出てきてる。 <で>まあ、いや、いいやついいやつ。うん、だめっちゃうまかったよ、ね。ういな、だ割と、だから値段はするけど、だから枚数が少ないから、割と一人でペロリと食べちゃって。うん、で、あのー、うまいんだけど、うん、その、もう一人の、その、お一人様とめちゃめちゃ目合うのね。お<ー>めちゃめちゃ目合うから、うんうん、なんかな、なんだろうな、わざと、あのー、まずい顔をしてやって。うん、なんで えまずいなんでやか、う、うまい顔したら、多分、同じの頼むじゃん。うん、いいじゃん、別に。いや、真似されるの嫌じゃん。いや、別にいいじゃん、その。いや、真似されるの嫌じゃないうわ、うまい、真似してきたって思うじゃん。いやいや、あっちだから、全部うまかったんだけど、全部まずそうに食って、俺。なんでよ。必要それ。いやいや、うまそうに食ってよ、それは。演技力、演技力試すことにもなるし。あ、それ、明日にそれて。明日にそれやって、明日にそれやって。アイドリング、アイドリング。で、まあ、まずそうな顔しといたんだよ。 で、案の定は、あの、頼まないでやんな、いやる。や、一人のやつは,そこは意識してないだけじゃん。意て思って。うん、で、お会計済ませようと思ったら、うん、その一人の人、ああ、お会計済ませて、店出ようかなと思ったら、うん、その一人の人が、あの、握手求めてきて、うん、え、うん、と思って。 そしたら、5人の方には気づかれないんだね。えっと、背を向けてたからね、俺は。ああ、なるほど。そう。やんちゃの方か、と一人様か、どっちに向かい合うかなと思って、その一人の方に、あの、向かい合う形でやってた。で、えっと、握手求められて、で、ああ、三条真さんですよね、みたいになって、で、握手求めてたんだけど、店員さんは気づいてないんだよ。店員さん気づいてないから、多分店員さんからしたら、お一人様同士が向かい合って、 ちょっとね、スペース開けて向かい合って座ってたから、なんかその間に、ちょっと友好の絆が生まれたんじゃねえかみたいな握手をされてると思われる。仲良くなっ多分ね。多分。で、それで。っていう雰囲気っていう雰囲気。店員さんっていう雰囲気。こいつら誰もうこいつらみたいな感じで思われてるか。二人組みたいな感じで思われてる。二人組になったんなったと思われてる。で、まあ、えっと、 その日はまあ、ホテル戻って、で、えっと、台本読み込んで、で、今日、ドラマ撮影で、7時半から18時半まで。十一11時間。がっつり。ずっと、大変だよ、ちゃんとしたドラマは。ん。まあ、んま言えないけど。おちんちんドラマじゃないからね。何回言うんだよあれも仕事だからな。あんまもう言えないけど、俺もう瞬き少なめの人の役です。へえ これは。瞬き。少なめや。ああ、ちょな言うなよ。ミステリーは言うなよ。瞬き。少なめな人の役。目ほとんど開きっぱ、俺、十一11時間。すごい。時間。めちゃめちゃ目や。それはもうカットもあるし、そんなことない。めちゃめちゃ。いや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 。めちゃめちゃ純血してるから。いや、そうなの。めちゃくちゃ疲れた。でも、だから、あの、帰り疲れたからレッドアローで寝ようとしたのに、また黄色い特許来て、いや、黄色かいと思った。赤じゃないんかい チャンカ会じゃないのかいルるイト日本沖の皆さんこんばんはリトロとカネチーネイフジットで EXIT でしゅぎょうですゲルヒー これでもう、とりこですね、はいも。もう買えないんだから、<laughs> 3分間聞いといてね。<laughs> さあ、というわけで、お聞きのオールナイトニッポンでは、平日の毎日この時間に企業とオールナイトニッポンがタッグを組み付き代わりのコラボレーション企画を実施する、コラボレートニッポンを放送中でございます。<ー>我々 EXIT が担当する今月のコラボレートニッポン、そのコラボパートナーとなる企業はこちらだハゲダッツジャパンだね <laughs> 見てた <laughs> というわけで、そんなハーゲンダッツジャパンからの依頼は、ハーゲンダッツの新商品クリーミージェラートを盛り上げる企画をやってほしい。うん、ということでですね、この依頼を受け、我々 EXIT がお届けする企画がこちらです クリーミージェラートで、オアトがヒュイゴーわ、オアトがゲラヘイにしてほしい。すいません。今日だけはね。すいません、そこはごめんなさい。というわけですね、我々グジットが漫才の最後にやってる謎かけあるじゃないですか。それをですね、クリーミージェラートをお題に1ヶ月間謎かけ続けるというめちゃめちゃタフな企画なんですよ。タフですね。タフですか。そうですね。瓶の蓋ぐらいタフです。 なかなか開かないなななかかか開いですから急にどうした何んですかダメだったいやいやまあまあいいですけどよかったさあさあ今夜はですね今週紹介したクリーミージェラート謎かけの中から僕りんたろと金地がそれぞれいいと思ったウィークリー優秀賞を決めちゃいたいと思いますいいですねもう決まってます僕はカナさん大阪24歳「クリーミージェラートって感謝の言葉みたいなことだどういうことだよ」どちらも口にするとみんなが 合わせになれます終わった。いいか。これ幼稚園児聞かせてもね、あのわかるからね。これは嬉しいよね。幼稚園小学生でもわかる夏はこれにします。はい。はい。だそれだと思ったわ。秋が来ないやつね。ずっと夏ってどういうことだよ。秋が来ない。はい。いいじゃないですかこれ。これ優勝。はい。悪くないね。いいですか。あんましょうがないか。ともなるよね。ってことで今週のりんたろう的ウィークリー優秀賞はラジオネーム。 3キロ先を左折さんが送ってくれた。あ、三節なんだ。あ, <laughs> あ三節の方。秋が来ないのメール。そして、そして、金地ウィークリーは、かな、大阪、24歳から来ました。みんなが幸せになれるやつ おめでとうございますポンポーンというわけでこんな感じで引き続きクリーミージェラートでの謎かけを募集しております。待ってるよ。この企画では毎週金曜日に1週間のメールの中からウィークリー優秀賞を EXIT が選んでハーゲンダッツギフト券をプレゼント。お野菜と一緒に食べれるらしいです。何ですかさ <laughs> <laughs> らにそのウィークリー優秀賞の中から1ヶ月の中で最も良かったというリスナーにはハーゲンダッツオリジナルスペンも差し上げちゃいますす。うん、サイバ菜箸として使えるみたいです。<laughs> 使えませんよ。めちゃくちゃ使いづらいですから <laughs> それではまた来週お会いしましょう。<laughs> 英語ジェットでした。おお、あとの表現にゃ。三四郎のオールナイトニッポン。三四郎のオールナイトニッポン。この番組は。種の滝。サミー。ブルボン。エイブル。 以上、各社の協賛で東京中学医学庁日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。三四郎のオールナイトニッポン、あってますが。そろそろ明別の時間です、はいえー。ここでお知らせです、えー。来週はこの番組録音です。そうですね。はい。うん。うん。まあ、単独真っ、まあ、最中ってことなんでね。そうね。ちょっとラジオで、喉をね、消耗したくないっていうのがあるんですね。んあんまり <laughs>、うん、ね、言わない方がいい。 ー単独真っ最中だからかゴールデンのテレビだったらやりますよ、うん、やめるわ <laughs> 深夜のテレビでももちろんやります<笑><笑>いやいややめてラジオ軽くな感じラジオのやめるそう小宮のね喉は繊細なのですなのでねちょっとあのメールメールは何でもいいので送ってください、うん、あと喉のねケア方法 とか送ってもらえると嬉しいかもしれないですね <laughs> 単独に向けて<ー>そうですね, <laughs> や僕はね録音久しぶりだね,でもねそうだな確かに録音久しぶりだな前はなんだかんだ言って半年に一回ぐらいねありあったような気したけど結構空いてるよね、うん、楽しみですねこれ、うん、ねでえっ、ー、とメールの締め切りが二十七日月曜日中です

ラビューです。2019年3月にデビューしたラビューは大きな窓が特徴で、うん、レッドアローにはないヘッ,ヘ,ッドレスえヘッドレストもついています是非、うん、また乗る機会があれば黄色いラビューを堪能してくださいめちゃくちゃゃゃくいいやつじゃん、これ <laughs>。レッドアローのもう上 うん、まあ最新だよね。ね最新だから2019年の3月だから最新で。え、良くなかった？自分的にはよかったよ。めちゃくちゃ良かったんめちゃめちゃ乗り心地良かったよ。えー？うん、じゃあなんか赤ちゃんかいとか言ってたけど結局良かった。あ、今回。あ<ホ>、ほ <laughs> <laughs> <か>。レッドアローって聞いてたから。<laughs> いやいや、だけれどもレッドアローが最上位なのかと思ってた。ああ、え、ライビューとか書いてなかった？あんま書いてない。 あんま見ないで入っも快適は快適でしょだってまあ色で判断したからね俺はなんで色で判断ったんだった。でもレッドアローはもっといいんだろうなと思った俺ああまあねレッドアロー乗ったことないからねそうまあそうだあラビューっていうやつだからねあそうなんだラビューっていうんだあれめちゃめちゃ良かったよかったいいんだけどこれもそうなんだけどさあと「ゴースト・オブ・ツシマ」のこと誰も えで今回の放送でずっとんんううんそこがね残っちゃってるんですけどラジオネーム「チキンオペラ、うん、ゴースト・オブ・ツシマ」ですか、うん、マップに、うん、和歌を読めるスポットがあるのですが、うんえー、座りながら景色を見て自分で和歌を作り上げ <laughs> おじさんがそれとは違う和歌を読んだあにハチマキをもらうことキ <laughs> <laughs> いやいやいやそれはないそれはない和歌風鈴とかもあったりして本当におじさんの夏休みです俺の夏休みですね奥女の俺の夏休みこれはね書き方もね何もおかしくない このままま本当にハチマキもらえあ和歌を読んでちゃんとチマキもらえる和歌を読めるのはまだわかる理解できるかもしれないんだけれどもハチマキっての何これ何に使うのでもよく分かんないよ強くなんのこれはなんかねコスチュームっていう感じかな強くなりはしないろんなハチマキをもらえるうんピンとこないな俺チマキ5本あるもん今 <laughs> だ,からだからどうなのかわかるピンとこないみんな行けずだな <laughs> <laughs> ちゃんと教えてくれない全然いけず結局みんないけず何だか結局分かんなかっためちゃめちゃ面白いかちょっと一回やっていくでしお前も下手だから <laughs> <laughs> どこどこが面白いのかもうちょっとね筆にしてほしかったけどここまでの相最初はなれ瞬時と小宮弘伸びでしたまた来週ゲラ編